リアプリの本人確認方法をご紹介します。まずは前回新規登録した PayPay アプリの続きで PayPay 残高を選択、チャージ方法を選ぶを選択。チャージ方法はご覧のように複数存在しますが、今回は銀行口座を選択します。銀行口座をチャージ方法に登録する大まかな流れを確認したら、銀行口座を追加するを選択します。銀行口座の登録には本人確認が必要なので、これから本人確認を行います。本人確認には3つの方法があり、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書の中から選択します。今回は運転免許証を選びました。申請方法を2つの方法から選択しますが、運転免許証発行時に登録した4桁の数字2組の暗証番号を記録していたので、はい、暗証番号で申請しますを選びます。本人確認の流れはご覧のようになっています。始めるを選択、運転免許証の暗証番号を入力します。次へを選択、運転免許証をスマホの後ろに合わせます。この時スマホがケースに入っていると運転免許証を読み取れないことがあります。スキャンが完了しました。今度はカメラでご自身の顔を撮影します。その前に写真と動画の撮影を PayPay に許可しますかと聞かれるので、アプリの使用時のみ、もしくは今回のみを選択します。顔写真の撮影を行います。全面カメラで撮影しますというメッセージが表示されます。撮影を続けるを選択します。画面上部の白枠に顔を合わせます。顔が所定の位置に収まると白枠が青枠になります。青枠表示の間に撮影するボタンを選択すると顔写真が撮影できます。撮影した画像を確認し NG 例に当てはまらなければ、上記項目をすべて確認しましたにチェックを入れ、まばたきチェックに進むを選択します。まばたきチェックの方法を確認したら、撮影を続けるを選択、白枠に顔を合わせながらまばたきを繰り返し、青枠表示になる位置に顔を収めます。まばたきチェックの場合は撮影するボタンは表示されないので自動的に確認が完了します。氏名を確認し、次へを選択、国籍を国名リストから選択します。職業を職業リストから選択し、次へを選びます。 PayPay の利用目的を3つの中から選択、郵便番号等を確認し、次へを選択、氏名や生年月日、国籍、職業などを確認し、本人と相違なければ本人確認の申請をするを選択します。審査状況を確認するを選択、メールアドレスを登録するを選択します。メールアドレスを入力します。 Yahoo メールで登録できました。動画では便宜上存在しないメールアドレスを表記しています。認証メールを送信するを選択、上記アドレスに確認メールを送信しました。メールに記載された URL から24時間以内に認証を完了してくださいというメッセージが表示されました。メールを確認、送信後すぐに PayPay からのメールを受信しました。メール本文のメールアドレスを認証するを選択、メールアドレスの登録が完了しました。登録完了から待つこと数分、本人確認の完了の通知メールを受信しました。以上、PayPay の本人確認とメールアドレス登録でした。PayPay ご利用には引き続きチャージ方法の追加設定などが必要です。チャージ方法の追加設定等については別動画で紹介するのでご覧ください。バンチャンネルがお送りしました。皆さんご視聴ありがとうございました。